神田さんってメガネかけてましたっけ？これパーツ。あ、追加？あの新衣装でメガネつけてもらって、それを移植してもらった。ああ。あの普段でも使えるようにしてもらった。うんうん。目開いてないですよ。開いてるよ。え？神田さん？何ね？目開いてないですよ。開いてるよ。いつでも行ける。一回見開いてみてくれません？はい。うん。開いてないっす。うん、開いてないっす。見開いてんだけどな。おかしいな、見開いてるんだけど。ほら。いやー。はい。お、一瞬開いた今。一瞬見えた眼球。神田さん、神田さん。ん？開いてないっす。開いてるって。え、でもファンアートっていうかさ、あの、うん、プティの立ち絵見たらわかるけど、目の上にさ黒い線あるじゃん。うん。それまぶたじゃなくてまつげだよ。あ、じゃまつげか。そうだ、まつげだね。え、その黒い線まつげ。はい。神田さん、まつげしか見えない。お前、超えちゃいけないライン超えたな今。なあ、あれ、今超えちゃいけないラインがもうラインどころかもうラインを超えるっていうか、もうラインを突っ切ってたよね今。おらーっつって。まつげしか